どうも皆さんこんにちは、乗り物愛好家です。ついに来ました、大型アップデート12月版ですね。今月はクリスマスアップデートということで、クリスマスに関連するアイテムなどが追加されました。では早速迎えたいと思います。こちらですね、メリーゴーランドが追加されました。ここにスイッチがあり、これでスピード上げたりできます。10段階ありますね。吹っ飛びそうな勢いで回転していますが、早すぎるとここから出られなくなります。こういう時はジェットパックを使いましょう。こんな感じでみんなで楽しむことができます。では次の紹介いきます。はい、ということで次はですね、モデルハウスを紹介していきます。内装が何も置かれていないのです。ここはこれから自分でレイアウトしていく形みたいです。ってことでちょっと試しに家具を置いてみたいと思います。 A few moments later. できました。はい、こんな感じでクリスマスツリーを飾ってみました。で、中はちょこっとしか家具置いていないのですが、こんな形で。ここはリビングですね。で、キッチンはまだ作っておりません。で、ここは一応トイレにしてみました。はい、こんな感じでトイレができます。こうやってすることで、なんか奥に部屋がまだあるんじゃないかという思わせる、まあ、錯覚を利用した感じです。そしてここは寝室ですね。では次の場所へ行きます。はい、到着です。はい、こんな感じでサンタさんのお家が完成しました。イルミネーションもつけれるようです。お、すごい、すごいすごい。こんな感じです。あ、夜になりますね。で、こんな感じでイルミネーションがつきますね。雪の結晶が回ってます。そして中はこんな感じです。いや、とってもでかいですね。で、ここにプレゼントボックスとかがあります。階段あるのでですね、こっからこう上を見下ろすことができます。で、こんな感じで、これ展望台かな、展望台があります。はい、こんな感じで開いて、で、1階、2階、3階、4階までありますね。4階まであります。で、ここから見下ろすことができます。はい、今回はこんな形で新たにソリが追加されました。ジェットパックがついたソリですね。はい、こんな感じで空を飛びます。こんな感じでプレゼント爆弾も仕掛けられます。はい、こんな感じです。ってことで、こんな感じでクリスマスツリーアップデート、クリスマスアップデート、皆さんも、桜スクールシミュレーターをダウンロードして遊んでみてください。では今日のアップデートの紹介動画終わりです。では皆さんお疲れ様でした。ではさよなら。